本日のアンケート日曜日の過ごし方を調査 A「ビューティフルサンデー」素晴らしい日曜日です、はい、B「泥みたいになってる」「ぐだっとしてやらもうダラダラして日曜日はもうダラダラする」って決めてる、はい、メールで参加する方は HIP="r 沖縄 .co.jp"HIP=" アットマーク、ROKINAWA.CO.JP。電話がですね、098869-8640。はい。ファックスが098869-2202となっておりますので。 今日もですね、いつものように1時までは A と B のパーセントがこんななるんじゃないのか、トントントンと言って予想もタックアしてからに送ってください。見事ピッタシカンカンの方にはお米券をプレゼントしておりますよ。うん、なおかつ、火曜日はエンジョイホームよりエンジョイホームオリジナル T シャツを1名の方にプレゼントしております。欲しい方は懸命にエンジョイホームとお書きください。T シャツなので希望のサイズもお忘れなく。はい。 ティーサージに参加する全ての皆さんは住所本名電話番号そして郵便番号をタッカーしてからに張り切って参加してみてください誕生日は基本的には自己申告制ですが年長者の方は他の人が申告しても OK ですので1時までに番内送ってきてくださいお待ちしております さあそれじゃあですねお昼のニュース行ってみましょうか世の中どんななってるんでしょうか今日は報道部ニュースセンターから杉原愛アナウンサーです愛ちゃんはいこんにちははい、まあ、こんにちはよろしくお願いしますはいお伝えしますはい愛ちゃんどうもありがとうございましたはいありがとうございました日曜日の過ごし方なんですがはい映画ビューティフルサンデー B が泥みたいになってるうん A でですすかねねいいですね、はい、どんな過ごし方をしてるんですかまあ私、土日が休みではあるんですけど、うん、あのスポーツの試合があるの土日が多いのでああ大体、もうあのスポーツに見に行ってることが多いんですけど。 か一昨日もキングスの試合があったのではい、はい、日曜日はキングスあ沖縄アリーナにいましたね<ー>、はい、すごいね楽楽しい <laughs> 楽しいいいです、うん、すごい試合だったので日曜日特に、うん、もう、あのー、終了2分前ぐらいに12点差で負けてたのをひっくり返して勝ったっていう試合だったるで盛り上がりまして本当ファイナルかなっていうぐらいの完成でしたね。うん うん、でも一応まあ取材も兼ねてというか自分の勉強も兼ねてみたいな感じですかね。うんじゃあ日曜日なのに仕事してる感じんでもまあ仕事、まあ、プライベートみたいな仕事みたいな中間みたいな。<あ> <laughs> <laughs> みたいな感じ <laughs> そうですね、えー。じゃあそうじゃない時はどうしてんのもそうじゃない時は、うん、あでも結構泥になる日もあります。あそうはい 疲れて疲れて寝て寝てだらだらして、うん、<ー>外に出る時ももうすっぴんでいたりとかする時は本当にでも年に何回かしかしないですね <laughs> あそう。大体週末スポーツの何かがあるのでへ<ー>なんか家にずっといるってことあんまりないかもしれないですねじゃあほぼ休みないみたいなものさ、うん、でもなんかスポーツの現場はなんかプライベートで行ってるような感じなので、うんうん、なんか休ん楽しみながら休んでる感じです でもスポーツってどれぐらい時間スポーツによりますけど、はい、朝午前中出てて夕方帰ってくる感じああでもこれもやっぱり時間によるんですよね試合のある時間によるのでうん、うん、だキングスはあの夜とかだったりするのでそう,かそうなるともう昼過ぎに出て夜中帰ってくるみたいな、うん。これ大丈夫なの うん、う休めてるのまあでも体調と相談しながらではありますけどね、うん、だからもうあのちょっと今日は現場には行けないなって思ったら配信見たりとかはするんですけど<ー>何かしら家にいても見てはいますね配信見たりとかそうですねんなんか一試合も見逃せないって思っちそう <laughs> ちゃんと見とかなきゃっていうのと、うん、自分も一種ファンとして見たいっていうのと。 そうですね <laughs> なんか私この配信見るにしても<ん>こう実況してる方の表現とかも聞きたいのでなるほどそういう勉強ねそ、はい、そうですそうでですす、うん、だからリアルタイムで見ることの方が多いかなと思いますじゃあもうやっぱりもうな7割8割仕事だな。<laughs> ねえ <laughs> まあまあでも楽しみながらでもやっぱりこう何ですかね職業病なのかやっぱりこうアンテナを張っちゃうんですよね多分あ気になるんだよ実況のやり方とかねうそういうだよ、ね、こう言ってるんだとか<ー>この用語わからないなとか思いながら見てますね自分をシミュレーションしながらなんか喋ったりしてるの頭の中でうん と第一クォーターぐらい最初の十分ぐらいは頑張って喋るんですけど、うん、もうなんか疲れてきて、あとはもう普通にお客さんになってんで普通に見てます。だよ<ー> <laughs> な、だよなあ。そうかそうか。本当にじゃあじゃスポーツの試合もありません。はい。まあ特にまあ体も疲れてもいないうん、うん、ポカーンと空いた日曜日は何してんの？え、はい、ショッピングとかあのドライブしてます。ドライブ。ドライブ。どこに？南部？<laughs> <laughs> 北部はちょっとなんかあの行く時は楽しいんですけど。うん 帰りなんか疲れててて帰っっくるるいうイメージがあるんですよなるほど南部だとなんかそんなに読めない渋滞もないし自然を感じやすいのは南部かなと思って、はい、海も近いしはい、はい、で北部はこうなんか道中のなんかこう楽しさはあるんですけど、うんはい、帰りなんかこう高速の入り口も混んでたりとか,、はあ、なんか渋滞に巻き込まれてすごいげっそりして帰っちゃうみたいなイメージがあるので北部行く時はもう連休。 ないといかないですかね。へえ。南部どこ行ってんの。自然見に行って。自然見に、もうキャン岬の方とか。あと私、ミーバルビーチが大好きで。あ、いいね。はい、ミーバルビーチに、何もせず、こう、ただ、こう、波を見に行ったりとかしますね。あ、そんな時間も、作ってんだ。うん。いいことだね。そうですね。これさ、この海見ながら、ボーっとするってさ。ボーっとできてる。 あ割とその時間、ぼーっとしてます。あ、そう、うん、あ、そう、はい、俺、例えば、よし、じゃあ同じようにね。はいはい、今日休みだから、海でも見ながらぼーっとするかって言って、うんうん、海行ったらぼ、はい、ーっとできないんですよね。あー、でも、その感覚もわかります。 わる普段ボーッとしてないからと、うん、<laughs> とするることを頑張るみたいなそうそうなんか無理してボーッとしようとするっていうかでこ見ながう耳だから待ってあれはそういえばまだやってなかったなーとか <laughs> 辛<い> <laughs> ああつらい待って待ってあれは片付けないといけないなーとか <laughs> はい、はい、ああそっかあれもまだやってんなあれやらんといけんなとかもうなんかねそう思ってくると一刻も早くお家帰ってからやらんといけんかなっていう気持ちになるわけよ。<laughs> 追われてますねなんか でもなんかこういう時間私結構お風呂の湯船に浸かる時間でそういうの結構考えるので、はあはい、海見てる時は割とぼーっとしてるかもしれないです。で俺お風呂もも、はい、この湯船も長く疲れないわけよ、うん、って言いますよね。うん お風呂に浸かるた時に私は思うんですよ明日は何時に取材して何々編集終わらせてみたいなのを、うん、ちょっと頭の中整理してるんだ、ね、お風呂に入る時に思ったりとかあ,、うん、あと実況の準備でいうと相手チームの選手のこの背番号と名前をお風呂の中でずっと言って覚えるみたいなええこれ仕事やしいじゃあもうほとんどんお風呂に入ってる時は割とそういう暗記物を言ったりしてますねへえあでも ちゃんとボートできる時間も作れてるんだったらいいね。あ結構作ってますよ。これ大事かもしれんな。そうですね。だから俺は本当にどうやったらこのボートできるかっていうのを考えたら、はい、例えば本当にこのなんか車いじったりしててネジ回してる時とかは、ネジのことしか考えてないから、<laughs> これしかないなと思う。なんか作業しながらっていうか、はいはいはい。うんの方がいい俺は。 でもなんか海を眺める時って海がこうなんだろう形を変えて波が押し寄せるじゃないですか,、うん、かそれを見てるのがすごい好きなんですよねこれがねだから俺も海見てるようで見てないんだよ多分なあ,<ー>あ,あれは見てたよ洗濯機 <laughs> 洗濯機をしてぐるぐる回ってるの見てたよしたら怒られた <laughs> でもなんかこういうものをずっと見える感覚私もすごいわかります焚き火とかねうん焚き火とか なんかこう犬とか猫の動きとかもあの人間の脳で想像しない動きとかするじゃないですかそうだねそういうのをずっと見てるのは好きですねこの時間が大大事なのかもしれないね余計なこと考えないっていうかそうですねわかりましたいや作っていかないといけないぼーっとできるようにしますそうですね頑張りますはいありがとうございましたういやなんか絶対考えてるんだトゥルバって言っても なんかねはい、えお昼のニュースは報道部ニュースセンターから杉原愛アナウンサーでしたはい本日のアンケートあなたの日曜日の過ごし方を調査 A「ビューティフルサンデー素晴らしい日曜日ですよ毎回」B「うん泥みたいになってる」もうダラダラして疲れてずっと寝てるとかねはいさあそしてえ「昼ぼけの大。 ドレミノータ、ラストです。C は何の C でしょうかはい、いっぱい来てますね。ふるって参加してください。懸命に昼ボケと忘れずに、本日もアンケートを昼ボケともに張り切って参加してみてください。ゆたしく。はい、本日のアンケートをですね、あなたの日曜日の過ごし方調査しますよ。A、ビューティフルサンデーだね。素晴らしい日曜日です。B、泥みたいになってる。 うんまあ泥みたいになってる時もたまにはありますけどいややっぱりねもうこれやると損した気分になるんでいやもし多少疲れてても「いや起きる」っつって起きてもうなんかもう車洗うとかなんかもう強引に強引にやるようにしてますねなんかうんやったやったで「よしやってよかったな疲れたらね室っつってまた月曜日来たみたいなね感じですかねうんはい行きましょうえー ハローヒーヒプーさんん南部の帰国市場ですこんにちはアンサーは A ーー。日曜日の朝はゆっくり起きて3歳の娘とまったり朝ごはんを作ります。ブルーベリーマフィンを作ったりシナモンロールを作ったりのんびりな朝を過ごして娘と楽しんでいますよ。午後はイベントに行ったりお買い物したりですね。安静朝ごはんの写真添付だ。見てみよう。 この朝ごはんの写真で、日曜日のブルーベリーマフィンとか、シナモンロールがと、死に美味しそうやし、これ。<laughs> あ、いや、これ、うまそう。ハッシュドポテト、ね。ウィンナー、ハム。ね、このオムレツ、マフィン。おい。すごいね。いいね、日曜日の午前中、ブルーベリーマフィンとか、シナモンロール作ってるってよ。 でも早起きしたらよ日曜日の午前中長く疲れた時ってめっちゃ得した気分なのわかるもうめっちゃ、ね、もう普通に普通通り7時、8時に起きてやってなんか一個用事終わらせてもパッて見たら11時とかめっちゃラッキーな感じするよねうー P さんはい、こんにちは断然ビューティフルサンデーの絵早起きして掃除して買い物行って一週間分の食事の仕込みをして花をい生け替えて 絶対午前中に済ませレッツゴーは岩盤浴だったりレッツゴーはマッサージだったりするレッツゴーの方が要誰かに行動を合わせることなく一人でやりたいように過ごせるのも好きかっこ夫は仕事水曜も休みだけど私は断然日曜日がビューティフォーんじゃこれもわかりますね誰かに行動を合わせることなく一人でやりたいように時間のやりくりあっち行こうこっち行こう勝手に決められるっていうね。はあ 非常にわかりますね、うん、はい。そう一応日曜日とは言えないやることあるからこも全部午前中で終わらすっていうねよっしゃもう30分でもいいから早く終わらそうです座って終わらすっていうの大事ね、うん、ヒープーさん皆様こんにちは調子に乗ったサルですこんにちは本日のアンケートは A 日曜日はワにとっては3330だよ ワン自転車に乗るのが趣味なんだけどやっぱり日曜日の方が走りやすいっていうのはあるさ車もそんなに多くは走っていないからねまあだったら土曜日でもいいよやって言われそうだけど土曜は前もって自転車をしっかり整備したいしそういう時に限って新しい部品が欲しいから行きつけの自転車屋に行かなくちゃいかんのよ準備万端にして出かけるサンデーサイクルロードは最高だよいいねーこれめっちゃいいねーこれは素晴らしいこれもう土日2日楽しいね 土曜日にセッティングっていうか、ね「整備やってよっし明日頑張ろうよっしゃ」つってほで日曜日は乗るっていうね、うん、俺も車で遊ぶってこんな感じなんですよ前の日にちょっとタイヤ変えたりとか、まあ、いろいろオイルとか点検して「よし明日はじゃあ何時に起きて」っつって考えてね早起きしてね遊ぶ時は早起きできるんだよね <laughs> 全く苦じゃないんだよねっていうか眠れないからね2時だか,から起きてるからね <laughs> ほんで日中に V するっていうね うーんはいこれは楽しいな釣り行く前とか車で遊ぶ前とかバイク整備したりしてから「あちゃツーリングやターっていう時は死んで楽しいね、うん、ハローティーサージパラダイスラジオネームデコがベジータと申しますこんにちはアンケートを終えビューティフルではないですが子供たちがいるので日曜日は習い事の送り迎えや部活の付き添いや チビの自,動自転車練習とかいろいろやることがあるので平日より忙しいです習い事がなく天気が悪い時は子供たちが家でテレビの前で YouTube のチャンネルの奪い合いの喧嘩でもう,うるさくて日曜日は心が休まらないパラダイスそれで失礼します <laughs> 大変だね余計忙しい日曜日がねデ猫がベジータさんありがとうございますうーん いややっぱこういう方こそねやっぱり一人の時間っていうのが大事なんすよ一人の時間って大事よ本当にねはいあと1個ヒルさんこんにちはチーム運びは四軸定所愛好家ですこんにちはアンケート a です沖縄マラソンまではおい出るのか沖縄マラソンまでは日曜日は2日 A せずに午前中はランニングしてます体重3キロ落とせたしウハウハしてます 走りかっこいいやっさーよんさんマジかすごいない、ありがとうございますえーいやそうなんですよ日曜日の朝早起きしてからねまたなんかイベントとか行こうとしても,もうマラソンしてる人いっぱいいるからね日曜日だよ <laughs> 日曜日から朝やっから起きてからマラソンやって偉いなって俺本当の思うんですけどうわ、好きなんでしょうね多分走るのねは,<ー>はいじゃあコマーシャルです はい。本日のアンケート、日曜日の過ごし方を調査ですよ。A、ビューティフルサンデーだね。B、泥みたいになってる。いいっすね。泥みたいになってるっていうのね。<laughs> いや、こんな日曜日もあるよ。<laughs> うん。はい。さあ。えー、h e さん、おざっす、のらいのっす、こんにちは。今日のアンケート、A、ビューティフルサンデーですかね。ここ5、6年、2日も全くありませんね。素晴らしい。 深夜2時まで飲んで記憶なくしてしまっても翌朝7時にはケロッとしています。元気元気。掃除して、お昼過ぎから買い物に行って、テレビ見て、血と掃除して、お風呂入って、翌週のワイシャツのアイロンがけ。まあ大体こんなルーティンですね。コロナ前は日曜日は草野球もやっていましたが、今は全くですね。久しぶりに野球したいな。あ、でも絶対コロバずね。草野球か。いやもう草野球やってる人はもう今週日曜日試合やっすって言ったらまたうっさしや。 朝早く起きてや球場行ってからにやって午前中午後午前中で2試合2試合でできないかやってるもう気分はすぐ打ち上げや <laughs> 何かといえば打ち上げや <laughs> もういや打ち上げメインやらにみたいなねいやこのね日中で遊んだ後のねちょっと早い時間から飲むお酒最高なんだよ本当にで早く出るわけ月曜日に向けてね ああ、アイラブ八六編の皆さんヒープさんこんにちは。任そう悪いです。こんにちは。アンケート B。やっぱし B か。日曜日は朝一で二時間ほどウォーキングに行き、帰ってきてからはイン飲酒タイムでドロロロロ早さよや何時起きてるばや。十 <laughs> 五時頃に昼寝をし、十八時頃に起きてまたドロロロロ。はあ楽しいパラダーイス。 タイトル「独身最強」<laughs> はい確かにな独身の醍醐味だよなこれな <laughs> あ<ー>まあこれはこれでたまーにだったらいいかなこんな日曜日もうんたまにねもう全く外出る必要なくてもうま,あまた月曜日から仕事しあと全部空いてるみたいな時は、まあ、ちょっと早く起きて うん買い物行って好きなお酒買ってきてベランダで飲むとかねこんなのは楽しいですね確かにはいありがとうございます <laughs> これでもちょっと損した気分にならんかなね一日使ってしまった半日後だったら後ろ午後3時と後だとかだったらいいけど、うん、午前中かやってなんかちょっと損した気分になる気がするんだよなこんにちはトグロを巻いて聴いている PythonZ ですニョロニョロこんにちは 本日のアンケート、普段は A ですが、今月3回の日曜日は B の予感。先週から3週連続忘年会があり、この前の日曜日は案の定潰れていた。久しぶりの忘年会だし、普段は外飲みしないもんだからついついね、翌日辛い。誰がお酒発明したのほんでって、美味しい美味しいして飲んでるくせにや、<laughs> 発明したのんで、これ2日やる時みんなこんな思うよね。<laughs> はい。 そうっすね今年の12月は結構僕も忘年会がちらほらあるのでまあもうでも昔みたいにはね飲まないですけどね飲めないしうーん弱くもなっているしね昔はもう行って2次会3次会まで行ってたけどもう1次会1.5次会 <laughs> 2次会の半分ぐらいでも帰ろうみたいな感じですかねうんはいありがとうございます。 確かにそう言われたらあれだなここ23年は翌日全部潰すような飲み方はしてないですねうん、うん、はいこんにちは名古屋の野中ですこんにちはアンサービーほとんどの日曜日は朝から夕方まで少年野球のコーチでグラウンドにいるので汗と土雨の翌日は泥にまみれてますね末吉浩二さんが昔週末は大体いい青いですとおっしゃっていましたが チームカラーが青で帽子やアンダーシャツが青いので自分も週末は大体いい青いです。<laughs> 名古屋の田中さんありがとうございます。土日は青だねみたいなことですね。へぇ。コージーの週末は大体いい青いですって言ってな何かなオールかなもしかして。あれアクションとかやってるから。<laughs> はあ、はい。ありがとうございます。いやー、もういいわ。 野球やってる人はよ少年野球でもよこの草野球でもよもう日曜日はもうダメですよ野球ですよ絶対 <laughs> どうやったってしかも月に例えば4回やったらどれぐらい使ってます野球やってる人4回のうちこれまたよ毎週野球って言ったらもう絶対怒られるんだよな月1か多くても月2ぐらいにしとかんとはまた野球なんやつって「いやプロルやり」って言われるからね いや大谷翔平やりみたいなこと言われるから <laughs> はいまあはい市民もだからねペース考えないとね <laughs> お疲れ様です今日は雨降るよっていうのは佐藤うきび畑さんこんにちはさて今日のアンケートのお答えは B です日曜日はお仕事休みなのに実家に呼ばれて CC ゆっくり休むところじゃねえんですあんまさよにりーええー 民家浴びしないと話はできんしどうするねひとしさんよもういいよもう失礼します <laughs> はいわじとんわじとんはい佐藤桂馬武さんありがとうございます <laughs> なんで俺も一応あるよ時間があるときは日曜日を実家にも帰ろうかなって思うよ今呼ばれて CC とはまたねちょっと違うかもしれないですけど なあこれはもううしょうがなないいんじゃないできる限り俺も時間が空いて何もやることないんだったら行こうかなと思ってますけどはいじゃあコマーシャルですはいえっと X 見てたらですねまあなんていうのかなものは言い,いようだなってものはね横浜のヒロポンさんね、えー、アンサーは B と毎週日曜日は、えー、馬しかいない動物園で働いていますっていうね えー、毎週日曜日だけ働いてるっていうか、うん、通ってるっていうかね投資してるっていうかね <laughs> あそっかあれ馬しかいない動物園って言ってんだ物 <laughs> はいいようだな <laughs> イブさんこんにちはポロリーマンタンポポワ綿毛ムナゲです <laughs> いやチキレーシムルアランドウや <laughs> イブさん工具の話はバッチシ伝わりますあよかった ガルスの向こうのスタッフでもはあっていう人いるからやっぱねいやこれ分からなくていいんですよ別に分かったとて別にねアンケート A です「ビューティフルサンデー日曜日バージョン」です朝はお寺に行き座禅午後は家で掃除とか車洗ったり子供も大きくなったので公園は行かなくなりましたゆっくり過ごす日曜日が多いですねおじいちゃんの気分ですこれ本当なの話ポロリマンさんえ お寺に行って座禅。はあ、写真が添付されてますけど、これ引っ張ってきた写真か。多分ね。ああ、<laughs> 本当か <laughs>、はい。あ、でもいいな。こういう時間もいいよね。ね。うい、はあ。ありが叩かれる？あのキーウタでパシンって。あれはなしあり？あれなんで叩かれるんだっけ？なんでね。 集中してないから集中してても多分叩かれるよあれねね <laughs> 朝まで雨急に明るくなってきました東京から淡々のままですこんにちは日曜日日は充実させています日曜仕事のこともあるけど休みの日は趣味のあいいね一眼レフカメラを持ってあちこちドライブに行くよ今はもうシーズン終わっちゃったけど東京都内で紅葉を見に行ってきましたこれからのシーズンはイルミネーションがな 運転も好きで平気で2時間3時間走らせるので栃木や山梨方面に行ってついでに温泉入ってくるっていうのが定番いいね蒸し暑い沖縄では想像できないかもしれないけど内地の温泉はこの季節最高よということで写真が添付されているわけですねだ秋雨よこれ、ね、淡々のままさん撮ったの上手あいやいやいや不正 風情があるこれ本当にすごい、はあ、やっぱりあれだなマギーヒラヤーだな <laughs> マギーヒラヤーが上等やさいやもう誰に言ってるばあれ <laughs> 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 これいいねおいや最高ああこれこれ内一の内一のドライバーこんな楽しみもあるのか温泉入りに行こうっていうね ああいいね、はあ、冗談抜きで今やった沖縄海入りに行こうだよ <laughs> マジでマジで俺昨日か泳いでる人いたからね <laughs> 沖縄の人じゃないかもしれないけど「お疲れでやんすヒップーさん皆さん、えー、本日も朝から天上げ南部からスクリューですはいこんにちは水曜日休みの弁当屋が閉まってたから今日水曜日だと思ったら火曜日やし曜日感覚おかしくなる」あ,あるよねこんなのね して本日のアンケートは毎週日曜日「ビューティービューティーサンデーよ」<laughs>「美しい、まあ、まあいいか」朝は早く起きて家のことをやって晴れていたらバイクに乗って名古屋とかヘド岬に行ったりしてその帰りにリスナーのやんばるラーメンいぎみさんのに行って美味しいラーメンを食べたり。 名古屋の美味しい蕎麦屋さんに行ったりして帰りは高速に乗ってイゲエリアのイゲーバーが食べたりして帰ってきたらカラオケに行って反省会をしたり飲みに行ったりして一日日曜日楽しんでいますよそのおかげで仕事だって頑張れてますではではお時間まで千葉リオ最高の密度で過ごしてるな行って帰ってきて飲みに行ってカラオケも行ってるはあまあこれ明日家のことやってるからね,これね大事これはいコマーシャルです 日日曜日どんなしてるかっつってねはいさあ鎮南プロプロデビルこんにちはアンサー A ビューティフルよ朝は嫌でも子供に起こされマルーン5のサンデーモーニングを流しながらモーニングコーヒーあとはお互いの実家に子供遊ばしに行ったりさあんまり一人の時間はないけど今はこれが幸せさ、はあいいんじゃないですかこれが幸せって言うんだったらもうその方がいいですよねえはい鎮南プロプロさんありがとうございます そうか自分の実家も連れて行ってえ奥さんの実家も連れて行ってっつってねああじゃあもうこれで一日終わるな多分な、うん、お疲れ様です皆さん、えー、休憩中に聞いてますよ9月ぶりにメールしますラジオネームナイチャイムさん人しぶりですねこんにちは元気ですかアンサー A ですね毎週日曜日は旦那とあちこち定食屋を探してランチしてますよ先週は宜野湾にある 海地下食堂に行ってきましたたくさんの有名人のサインが壁一面に貼られていて某有名な番組も来たことあるみたいで発見のシールが壁に貼られていましたよまた今週も違うお店を探していろんな定食屋でランチを食べにドライブするはずヒープーさんのエピソードも楽しみにしてますそれでは時間までいろんなチバリをこれもいいな夫婦でねおいしいのを食べに行くっていうねいいねこれもねうんはいありがとうございますここれだからあんまりこねて 食べにも出かけないかからよなんか美味しいのないねって聞かれた時にパッと言えなかったりするんだよね「甘く抹茶でよこのお店紹介をしているんですけど俺レポートでは行ってないし食べてないから見るだけあんばよ <laughs> いつも美味しそうに食べてるののギボックスとかが <laughs> <laughs> ヒーヒーしてからに」「ちは曇って寒いかと思ったら蒸し暑いねだからさして今日のアンケート日曜日は「はーい」 お勢の舞台見に行くよ。あ、ありがとうございます。だから超ビューティフルサンデー楽しみ。あ、やばい。予約してない。早速予約します。ではでは。はい。鈴さん、ありがとうございます。まあ、後でゲストも来てね、ちょっと宣伝させてもらうんですが、土日はまさにビューティフルサンデーという舞台があるんですけど、鈴さん、日曜日ですね、夜の会はもう満席なんですよ。やばいっすよ。だから、早めに、はい。連絡してください。よろしくお願いします。はい。 ああ嬉しいですね。お待ちしております。さあ、では続いては、沖縄ホーメルおしゃべりキッチンのコーナーですよ。どうぞ。はい、1時になりました。ティーサージパラダイス。午後の仕事もですね、車の運転もぜひ安全第一でよろしくお願いいたします。はい、ババンのコーナー。えー、ラジオネームペットルボットルさんの、小一の息子にババン。朝6時から。 ポケットに手を入れながら、眉間にしわを捨て、ガニ股ヤンキー歩きで、おはようって、ええ、お母さんは心配さ。<laughs> はい、ということで、<laughs> 小学1年生か。どっから習ってきたかな、これ。でも、ちゃんと挨拶はするからね、うん。上等ですよ。挨拶してるからね、ちゃんとね。おはようっつってね。はい。<laughs> さあ、えー、本日のアンケート。日曜日の過ごし方を調査。 A Beautiful Sunday、はい、B 泥みたいになってる、はい、さあそして、えー、昼ボケのお題ドレミの歌ラスト C は、はい、C はなんとかの C なんでしょうか、はい、懸命に昼ボケと忘れずに、えー、メールで参加する方は hip アットマーク ROKINAWA.CO.JPHIP、ok、アットマーク ROKI、ok なわ。co.jp 電話がですね098869-8640はいファックスが098869-2202となっておりますのでまだまだ張り切って参加してみてくださいお待ちしておりますよさあそれじゃあですね方言ニュースいってみましょうか

今日のアンケートですけど、はい、日曜日の過ごし方を調査しております。はい、A. ビューティフルサンデー、うん、B. 泥みたいになってる。<laughs> どっちが多いですか。あえー、っとですね、多分大好きなあの、トゥルーバル時間があるので。うんはい、はい、もうビューティフルサンデーかないいですね。はい、どんなして、トゥルバっているんですか。もう、もう、ただ、ただ、トゥルバっている<ど>あの、あの、前、仕事してる時は、海に行って。はい で、あの釣り糸を垂れて、ただボーって釣るばってるのが釣りもするんですか。はい。あ、そうなんですね。はいはいはい。もう釣れても釣れなくても楽しかったんですね。でも今はなかなか行く機会がなくて、だからもう最近はあのテレビをつけていても何でもただボーってできる。へえ。じゃあリビングというかそこにいるわけですね。はい。お茶とか飲みながら。そうですね。もうあの子供も大きいので、好きなようにするので私の時間っていうので。はい。 はい、いいですよねいい自分の時間ね。あのトラブル時間大事です。ねいや本当そうですよ。<laughs> はい、ありました。はい、ありがとうございました。は二、い、フェイで見る。今日の担当は中川信子さんでした。はい、では皆さんのお誕生日をですね晩御飯してからにお祝いしますよ。はい。 えっとねー、こんにちは、イブさん。リスナーのハートを逮捕するの、銭形警部です。こんにちは。おめでとう、メッセージお願いいたします。本日12日は、石垣島在住のリスナー仲間である、おい、鉄人金本さんの誕生日です。あ、そうなの鉄人金本さん、この度は誕生日おめでとうございます。ファイヤー今年の誕生日はいつもの誕生日とは違い。ああ 阪神タイガースファンである鉄人金本さんにとっては阪神タイガースが38年ぶり2度目の日本一になったので格別な誕生日を迎えることができましたね鉄人金本さんハッピーバースデーということでやさや最高な1年だったでしょうねはい鉄人金本さんお誕生日おめでとうございますね本人からあ来てるさはい、はい ヒブさん、こんにちは、ファイヤー。今日は私、鉄人金本の誕生日となっております。47回目の誕生日も無事健康でこの日を迎えることができました。両親、妻、兄弟、友人、すべての人に感謝してお祝いしたいと思います。今年はロックの日イベントや念願の公開放送にも行くことができて充実した一年でした。また遊びに行って、ヒープーさんや竹中さんに年貢を納めにカッコ差し入れ行きたいと思っていますよ。いい日々ですね、年貢。 <laughs> ね収めてよ年後ね <laughs> はい47そかそっかお誕生日おめでとうございますね四40代は楽しいですねえ、まあ、50代も楽しいですけどヒブさんはじめましてこんにちはウルマカロンと申しますはいすいませんじゃあウェルカムをお願いしていいですか、えー、ウルマカロンさんはじめましてウェルカムふんおい ありがとうございます、メンソーレ。今日、母のマリさんが、は ?45 歳の誕生日を迎えたので、ぜひ、ブーさんからお祝いのメッセージを送ってもらえたら嬉しいなと思いメールしました。よろしくお願いします。お母さん、誕生日おめでとうございます。就職した後もいっぱいお世話になり、なりっぱなしですが、少しずつ恩返しできるように頑張ります。今年がお母さんにとって素敵な一年になりますようにお祈りしています。ということで、ウルマカロンさんのお母さん45だろっけ若いね。 はいお母さんマリお母さん45歳の誕生日おめでとうございますね嬉しいメッセージが来ておりますよ、ね、はいでは12月12日お誕生日の皆さんまとめておめでとうございますはいース<タッ>はい 本日お誕生日の皆さんの向こう一年間が絶対に健康で、うん、そしてデイジュージ笑える楽しい一年になりますように。おめでとうございます。こっち食べてくださいね。肉食べた方がいいんじゃないかなと言っておりますよ。はい。では、アンケート戻りまして、G、じ、あんたの日曜日の過ごし方調査しているよということでね。はい。A が、Beautiful Sunday。B、泥みたいになってる。はい。落差がすごいですね。 こんにちは、イブさん、リスナーの皆さん、うるま市の怠け者です。こんにちは。今回のアンサーは A だはず。子供が3人いる怠け者なので、日曜日は家族タイム。中2の男の子、小6の女の子、そして年長3の男の子。でも最近は上の2人がだんだん一緒に出かけなくなってきた。そうですね。思春期ですね。以前職場の上司から聞いた言葉ですが、子供を遊ばせていたのではなく、子供が自分の遊びに付き合っていた。 というう言葉ががだだんだんわかってきたような気がします遊ぶのは今のうちだよとか子育てはあっという間というのも子供たちが大きくなっていくにつれまさにその通りだなと思うようになってきました親離れ子離れお互いが成長して,していく中では大切なことかもしれませんが切ないような悲しいような何なとも言えないですねヒープさんリスナーの皆さんが「ヒープを一緒に遊ぼう」ってたまに聞きますがあと数年したら怠け者も「ダーヒープ先輩遊ぼう」ってメールしてそうですね ではでは最後までチバリオはいうるましの怠け者さんどうもありがとうございますそうですねいやいや全然遊ぼうでいいっすよラジオの時間はねうんまたあの一個目1個でもよあっという間に大きくなってるからよそうよだって十五年ぐらいでしょ経ったらもうあっという間に大人になってるってことだよねうんまあ大変ですけど 早く感じるんでしょうね、うん、はい、ありがとうございます <laughs> はい、続きまして、えー、ラブライフさんこんにちは子供二人が手価がかからなくなってちょっと寂しいけど自分時間が楽しいパラダイスいみんな言うようになってるこれみんな言ったらまずいんだよな今までは子供の送迎に潰れた週末でいつになったら自分時間あるかなと思っていたけどいざ手がかからなくなったら寂しいさ でも今は子供きっかけで始めたダンスが楽しくて楽しくてしょうがない。ああ、そう今月は自分が通うスタジオの発表会に始まり、おとついはチャリティーイベントに参加。今週末は娘のスタジオの発表会。小学生の頃の可愛いダンスが、見せるダンスになった娘の姿見れるのが楽しみである。息子も帰ってきてまた一緒に踊らんかな。ラブライフさん何一緒にダンスしてるわけいいねはい。ありがとうございます。 多分ね。わらわ。小さい時は発表会とか行ってもあ。わったわらわ大丈夫やが。失敗さんが中がやって見てたのかね。どん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 こう成長していくにつれて、あっしょ。こんなに立派に踊るようになったのかつってな。それが感動なんでしょうね、うん。こんにちは。ゆいゆいです。こんにちは。もちろん、アンサー a のビューティフルサンデーですよ。なんならビューティフルサタデーでもありますし。劇団尾瀬の役者さん。 16日17日で出演者が異なるようなので同じ役をそれぞれがどう演じるのか見比べてみたいなと思い両日行くことにしましたよあありがとうございますもうねダブルキャストなんですよねヒープーさん劇団大勢の皆さん本番まで大詰めですね頑張ってください期待してますということではいユイさん来てくれるということでお待ちしております2回見てくれるんですねありがとうございますはいさあでは1、えー、曲ですねおい タイムフリーはタイムフラーさんからのリクエスト宇多田ヒカルで「カラーズ入りました。とんし日曜日の過ごし方ね。ビューティフルサンデーの話を皆さんの。皆さんのビューティフルサンデーの話をしましょう、えー。こんにちは。羨ましい子です。こんにちは。アンサーはどちらかというと B かな。日曜になると家に旦那や子供がいるからね。 家族がいると確かに楽しいというのもあるけれども何かと煩わしいというのもある,あるのよね。一人で好き勝手にできる平日の方が私は気が楽だわよ。でもこういうことを言うと家庭不安になっちゃうわよね。だから今日は急遽匿名希望ということでいいかしら呼んだよやもう。<laughs> これ <laughs> 先に書かんと。それじゃあね。<laughs> はいありがとうございます。いやいやそういえばよ先に書いてよ。読んでからや。はい、いやでもねー。 悪い意味ではないですよね全然そうですよまあ、楽しいけれどもあ,あお母さんもお腹空いた何々とか言われるしねいろいろね。それよりはまあ一人の時間の方がちょっとホットはできるっていう気持ちもあってますもんね、うん、はい、ありがとうございますこんにちはちゃまちゃまですこんにちは今日のアンケートええかな土日関係なく晴れたら畑仕事なんだけど平日と違うのは旦那が休みだから日曜 だけは、皿洗いだけはしてくれるので、少しだけ休めます。私、家事の中で皿洗いが一番嫌いだから、日曜だけでもやってくれるだけで、ありがたいです。かっこ怒り。<laughs> タイトル、日曜ぐらい昼ご飯も作れやって書いてますね。これが言いたかったんだな。はい、あ、そうね。日曜だけやってくれるの。うーん。 私がにゃちゃまちゃまさんがさら洗うの苦手だった。私がじゃ作るのはやるから、片付けはあんたねーって半分半分でいいかなと思ったりしますけどね。うちは大体そんな感じなんで、僕があんまり作れないんで、作ったら片付けは僕はやるみたいな形ですね。はい。で、うん、こ。ひーぶさん面白リスナーの皆様こんにちは。もじゃパパと申します。いつもは聞くだけリスナーですが、久しぶりの平日休みで初投稿です。 いつもは車で聞いてますが今日はテレビの中のラジコで拝聴します。はい。すいませんじゃあウェルカムを。もじゃパパさん、はじめましてウェルカムふん<ン>ありがとうございます、メンソーレ。アンケート B かっこ半分 A。年末ということもあり今月はほぼ泥のように過ごしています。40を超えて丸1日2日用意を引っ張るので飲んだ次の日は丸1日グロッキー状態。無事何もなく迎える日曜日はビューティフルサンデー。 午前中で洗濯掃除息子をバイトに連れて行き何にも予定がなければ夕方までダラダラと過ごし月曜に備えていますどう過ごせたかは自身の感じ方なのでダラダラ過ごせた時はとても幸福感に満たされますそれではこの後も頑張ってくださいはいおもちゃパパさんありがとうございますいやもうこれはそうっすよ何をもってしダラダラしてるのが幸せに感じる人はダラダラした方がいいしああもったいないから出かけるってちゃけちゃけ動くのが幸せ楽しかったってなる人はそれでいいし 日曜日ぐらい自由にしたいですよねなんかうんはい。ただやっぱりもう,もう俺グぐらい年になってきたらもう二日酔いで一日半日潰すのはちょっともったいないやつさって思いになってきてるから飲み方がやっぱり変わってきますよねそうしたらねうんはいじゃあコマーシャルですはい早速ね ヤンポーさんが「ヒープさんこの方で会ってますかフォローしましたけど」っていうことできなお直かのね X をフォローしてくれてますけど会 <laughs> ってますよはいフォローよろしくお願いしますさあえー、こっちはいヒープさん皆さんこんにちは岐阜の9人のばばですはいこんにちは私にとって土日はハッピーで少しだけ寝坊をしてちょっとだけおしゃれをして夫と隣町の喫茶店にモーニングに行くっていうのが土日の恒例になってますいいねなんか これもちょっと内地の過ごし方っぽいんだよな東海地方は朝家族で喫茶店のモーニングサービスに行くことが土日の風景みたいなものですあそうなのかコーヒー代だけでトーストやサラダフルーツのサービスがあるんですコーヒーは家でも飲めるけど喫茶店で飲むコーヒーは格別です会話はほとんどなしコーヒー飲みながら夫は車の雑誌を見て私はスマホでラジオ沖縄で投稿しています <laughs> <laughs> ちょっとなめめ好きなことやってるけどいやこれはこれでいいんだよねわかるよ別にや漢字や一一うんたく引退しなくても一緒に行ってね自分の好きなことをやりながら一緒の空間で過ごすっていうのは大事なことですよねいいなこういうルーティンっていいねなんかねうちもやろうかな喫茶店、うん、はい そうねまあ僕コーヒー好きなんで家でもねいろいろ入れたりしますけどまあやっぱり喫茶店でも,もうコーヒーまた違いますよね、うん、こんにちは古田大好き27ですこんにちはアンサー A になるのかな以前は朝一を掛け持ちして <laughs> はいはい <laughs> 特売品を買いあさり午後はお昼寝をしてリサイクルショップもありとにかく家にはいない今はこんなだから穏やかに過ごしています 疲れないように、ゆっくり体を動かして、大人の塗り絵とかしてやるよ。かわいい、かっこ笑い。はい。そうなの。うん。はい。古田大輔二十七さん、ありがとうございます。朝一な。俺も言ってるよ。あのー、なんで、卵は一人一個とかあるさ。だから、卵用い,いんですよ。いき,いきますよ。<laughs> はい、ありがとうございます。 えー、日曜は仕事ですっていうのはコーラル金ナグさんはい日曜休みじゃないんだとはいえ翌日の月曜が休みならば陽気がいい安倍の時はウォーキングをしていますが暑い日寒い日の雨の日はヤーグマイしておりますこのヤーグマイという内縄口大変気に入っております家に閉じこもってるよりもポジティブに聞こえるあ,あそうはいコーラル金ナグさん ありがとうございます。まあ、家にこもってるっていう意味ですけどね。ヤーグマイ。確かにあんまりネガティブなイメージはないかもしれんね。ヤ、うん、ーグマイはい、ありがとうございます。<laughs> まヤーグマイっていう内な口を普通に使ってるっていうのは、まあまあすごいなと思いますけどね。レベル高いなと思いますけどね。うん、はい。では1曲。 ルパンがした藤子ちゃんほか多数の皆様からのリクエストああもうドストライクのやつですねこれ田中誠二で「ビューティフルサンデー」入りましたティーサーサジパラダイス昼にボケこさあやってきましたよ「昼ボケ」のコーナーということでね、えー、今日もね一番面白いベストギリスト決めますよということでお題がですね「ドレミの歌ラスト C は何の C か」っていうことですね、はい、あ ごめんさっきヤンポーがフォローしてた直隆のやつ別の人だな <laughs> <laughs> ご,ごめんなさい「渡嘉敷直隆劇団大勢」って検索してくださいすいませんバッペーター俺もバッペーター <laughs> いきましょう一発目ラジオネームかがしら2時50分さんの「ドレミの歌ラスト」「はの四国へゴー。 「C <laughs> は四国へゴーあでも合うな自覚は当たってるなこれなうーんはい続きまして15番目の男さんのドレミの歌ラスト「C は何の C」「<music> サムズバイザシー、ま」出た頭に来ないパターン「C <laughs> はサムズバイザシー」<laughs>「ーあれっちゃあれか」「あるか」<laughs> そうだなえー ゆるりさんの「ドレミの歌ラスト C は何の C?」「しさこしょう」これ指さしのことですね真面目なやつですしっかり指をさして確認しましょう <laughs> まあこれなんか職場でやりそうな歌だなこれな <laughs> えなんか社長とかが考えてからまた安全第一役とこんな歌勘聞いたことみんなで歌れっつってな、うん、続きまして「合わせのボンジュールさんの」 ドレミの歌ラスト C は何の C? ああこれはもうおじさんのあれですね C <laughs> は社会に出たらこんなもんじゃないぞい <laughs> いつまででも学生気分でいるなよっていうね、はい、<laughs> 続きましてルパン返した藤子ちゃんの、えー、ドレミの歌ラスト C は何の C? シート方がいいよ。なんか座るときは下にシートをブルーシートとかシートがいいよ。ズボン汚れるよ。っていうことね。うん、<laughs> 何を歌った？歌やんばこれ？し <laughs> ーはシート方がいいよね。続きまして、チームポッテカス、オレンジランチさんのドレミの歌ラスト c は何のシー？ シワシ生活 <laughs> さあ歌いましょうにいくのかじゃあなうんはいシ生活バランス歌なのかななんだろうこれお続きましてもオレンジ団地さんのドラミの歌ラストシワなんのシシビ入れてる <laughs> 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 さあ歌いましょうなのもな <laughs> はい ひざまずきしてたのかな T143 のドレミの歌タラスト C は何の C 新春シャンソンショー出たはいこっち言葉試されてる俺 C は新春シャンソンショー <laughs> 早く言わんとけんかな続きましてルパンがした藤子ちゃんのドレミの歌タラスト C は何の C 進歩を取ってるあこれあれだどうから始まって関係ないところから始まって最後し <laughs> ーは進歩を取ってるさあみたいな最後にコマーシャルって分かりましたこれそうだったんかいみたいなね <laughs> 進歩の皆さんいかがですかね。<laughs> 埼玉のはちみ一家さんのどれみの歌ラストしーは何のししーお <laughs> だー <laughs> なんかが終わろうとしてるな。<laughs> <laughs> さあ歌いましょう。<laughs> えー、エイジダテさんのドレミノタラスト C は何の C？三十二。なんすかこれ？出た。C ハ C ハ。<laughs> シー 「し」は32ってことかおっしゃビよえっ優勝ミ <laughs> <laughs> ーバイ・マルバイさんの「どれ目の歌ラスト」「し」は何のし「し」「しわがれ声」「し」はしわがれ声」かじゃさあ歌いましょうか <laughs> ラスト タンタンのママさんの「ドレミの歌ラスト」「は何の C? 白がいい」ね「ねが <laughs> は白がいい」うん「あと3つ書いてるんですけどこれまあまあ最低なやつもあるもんね。こんなキャラだっけ <laughs> はいということで出それましたじゃあですね本日のベストオーギリストは CM の後発表しますのではいコマーシャルさあでは本日のねベストオギリストを決めますよということですけどドレミのうたね C は何の C ですかっていうことですよねうん難しいな今日も面白かったからなうーんどうしようかなはい えっとねまずゆるりさん「し」は「しさこしょう」「指さし」これなんか工場とかでみんなで朝朝礼の時歌うみたいなイメージねこれね。あえー、え平、ー、えー、ええー、さんえはさんじゅうにええ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  さあベストオーギリストですけどね難しいなあどっちかなあうんはい「ルパンがした藤子ちゃん C は C いた方がいいよ」<laughs> 何でしょうかね何の歌でしょうかねこれねうんはいおめでとうございます。 何の歌かなシーミーの歌かな何,何,何かなはいということでまだまだね金曜日までありますのでふるってボケてくださいよろしくお願いします。はいさあではアンケート戻りまして、えー、日曜日の過ごし方を調査ラジオネーム野球好きさんはいありがとうございます。 メッセージ、日曜日の過ごし方、やはりこんないい年なので、国内の政治などの情勢を見たいです。特にテレビ番組での、NHK での政治討論は聞くとすごく勉強になります。政治だけではなく、やはり今の世の中はどんな世の中か、最低限こういう普段から、こういうこと普段からわからないと気持ちが悪いので、当然新聞はかなり読んでいます。学生時代の勉強よりかはこちらの方が大事だと思いますので。はい。すごいね。 日曜日の朝討論番組見てるんだ野球好きさんあ初めてのサンガーって書いてますね坊サからラジオネーム野球好きさんではウェルカムを野球好きさんはじめましてウェルカムふん<ン>ありがとうございますメンソー俺ふん確かにね日曜日の朝っての番組って独特だよねテレビねなんかなんだっけあれ僕らの時代かとか朝早くからやってるから うんあんなの見るのも、まあ、楽しいっちゃ楽しいかなうん本日も聞いておりますヌーろうですこんにちはこんにちはヒープーさん愛ちゃんが日曜日にビーチでとるばっていても絵になるビューティフルサンデーですがヒープーさんが死んだ魚の目でとるばってたらただただ心配になります <laughs> 分からんどうや海行ったら死んだ魚の目じゃないかもしれんどうや <laughs> 本日のアンサー B です 前日に酒飲んで死んだ魚の目で子供たちと遊んだりの「新魚ノメサンデー」が多いですね <laughs> イブさん子供ができるまでは週末に妻とドライブに出かけたりデパートに出かけたりとビューティフルサンデーを送っていましたところがデパートで年に1回やっている北海道物産展に出かけて試食を楽しんでいたところ私たちの体型をじろじろ見てくる試食のおばちゃんから「あなたたち毎年試食ばっかりして全然商品買わないよね」 と強烈な嫌味を言われたことがあります <laughs> あの日私の妻は「ビューティフルサンデー」から「豚二人サンデー」に突き落とされました <laughs> どんなんやがや <laughs> イブさんあれから北海道物産店に行くのが恐怖です助けてください <laughs> タイトル「や <laughs> む人のこと言えん体験やったんど」っていうね一応カウンターパンチを打ってますね <laughs> っていうか <laughs> こんなこと言われるってある ちら覚えてるんだな。あ、一旦毎年調子が全然こうなんだ、親 <laughs>。また中古とシムチョンド。この二人。いや。はい、ありがとうございます。<laughs> もう素直に。試食するにもう買うか。まあ、試食して買うか、でもいいし、う買うか。変装して試食だけするか。<laughs> <laughs> 買えよ <laughs> なんでおいしいさ北海道の物産のかってうんすごいなちゃんと見てるんだな1年経っても覚えてんだなすごいなこんにちは内イ名ですこんにちはアンケートの答え B「ドロっ」ていう表現めっちゃ的確ですね「ドゥルドゥル」「私は土曜日にがっつり働いて日曜日はゆっくりしたいと思うようになってしまいましたちょっと前までは何にも考えていなかったのに」 20代前半は夜中に夜行バスに乗って早朝からユニバ丸一日とか当たり前でしたからね今は夜行バスも考えるだけで足がむくんで八切れそうです考えるだけで足がむくも <laughs> はい内カメさんありがとうございますそりゃそうっすよそりゃ20代はもう何でもできますよ23日眠らんでも大丈夫だったし本当にうんいやーもう全然違いますね全然違いますねしてよ 別に20代のあんな時に戻りたいとはもう思わないのに。うん。あのまあよ。まあ、若いからいいところもあるけど、悪いところもいっぱいあるからね。三経しむたんっていうのもいっぱいあるからね。うん、はい。えー、皆さんこんにちは、ケンポンです。おケンポンさん。はい、こんにちは。アンケートまだ A です。まだ。 この前、忘年会の時、微妙な二日酔い、寝不足はありましたけど、二日酔いで日曜日を無駄にしたことは、覚えていないぐらい、だいぶ前にしかないですね。最近日曜日は、二、三時間でも時間を作って、あの車、触るようにしてますよ。もっと時間欲しいな。はい。タイトル、日曜日関係なく一週間車触りたい。あの車ね、この間お会いした時にも、もうちょっとで動くかもしれないっていうか、こんな感じのことをおっしゃってましたからね。おい、楽しみだな。 はあ、まあはいあの焦る気持ちは分かりますが社会人なんでね毎日休みではないのでちょっとずつちょっとずつっていうのも楽しいんじゃないですかあいやもうちょっとなんか時間欲しいなと思うぐらいが一番楽しい時かもしれないですよ。うん、ね楽しみだな。